魔法の代償は、アメリカのファンタジーテレビドラマ、ワンス・アポ p ー・タイムシリーズの第4話である。物語は架空の海沿いの街、メイン州のストーリーブルックで繰り広げられる。住人たちは、本当はいろいろなおとぎ話の登場人物であるが、強力な呪いにより、現実の世界へと連れてこられたのである。四話では、ストーリーブルックから出ようとする若い妊婦を手助けする、エマと、 ゴールドがおとぎの世界で交わしたシンデレラとの取引について描かれている。本エピソードは脚本がデビット・イイチ・グッドマンで監督がデビット・ソロモンである。グッドマンはエマの背景を描くにあたりシンデレラという新しいキャラクターを用いた。シュラムがキャスティングされたということは2011年8月に発表されシンデレラのストーリーは 伝統的なおとぎ話とは異なるものであるということも分かった。グッドマンはシンデレラをとても繊細で自らより悪い状況に陥る悪い選択をしてしまうようなキャラクターとして描いた。魔法の代償は2011年11月13日に放送された。約1133万人の人が視聴し、同時間帯で2位を記録した。 さらに、一週間で17番目に多く見られた番組となった。シンデレラに登場するフェアリーゴンドマザーが森に現れる。魔法の森では、シンデレラがフェアリーゴンドマザーに願いを叶えてもらうところであった。しかし、フェアリーゴンドマザーはルンペルシュティルツキンに殺害され、杖を奪われてしまう。ルンペルシュティルツキンは、エラの家を逃げ出す願いを叶えてやる代わりに、 契約書にサインをさせた。ルンペルシュティルツキンはエラを素敵な女性に変え、ガラスの靴を与えたと同時に、すべての魔法には代償が伴うと警告する。数ヶ月後、エラと彼女の夫となる、トーマス王子の結婚披露宴で白雪と、チャーミング王子は二人の結婚を祝った。そして、ルンペルシュティルツキンは金や金品ではなく、最初の子供を要求した。 エラはトーマスにルンペルシュテルツキンとの契約のことを話す。子供を守るため、トーマス、チャーミング、グランピー、ブルーフェアリーは別の契約書のサインをさせることで、ルンペルシュテルツキンを捉える作戦を考える。数時間後、エラとルンペルシュテルツキンは契約のサインのために会う。エラは、ルンペルシュテルツキンに子供は、双子で王国の繁栄と引き換えにもう一人の子も、渡すという。 会議的なルンペルシュティルツキンは、なんとか納得し、契約書にサインをしたが、ブルーフェアリーの作った赤い羽ペンにより、ルンペルシュティルツキンは力を失う。ルンペルシュティルツキンは捕らえられてが、その直後トーマスは姿を消す。エラは、ルンペルシュティルツキンに何が起こったのか説明を求めるが、何もしていないと答える。すべての魔法には、代償が伴うと改めて伝え、 元の契約を守らなければ二度とトーマスとは会えないと告げる。グラハム保安官はエマに保安官代理にならないかとオファーする。レジーナはエマにエマが街に留まることはもうどうでもいいといいが、エマの生活スタイルは良くないと批判する。エマは19歳の妊婦のメイドのアシュレー・ボイドに出会う。彼女は彼女自身とその子に未来はないと嘆く。 エマはアシュレイに若いうちに子供を持つ気持ちはわかると伝える。エマはアシュレイに責任を持って生活を変えるように促す。ある日の午後、アシュレイはゴールドの店に押し入り契約書を盗み出す。しかし、ゴールドに出くわしてしまい止められる。アシュレイはゴールドに攻撃し、床に倒れさせたまま店を去る。次の日、ゴールドはエマにアシュレイを追い詰めるよう要求する。 ゴールドはアシュレイが自分のものを盗んで持っていて、かつアシュレイは不安定になっていると訴える。エマはしぶしぶ了承し、ルビーからアシュレイは元彼、ショーンのところに立ち寄ったはずであるという情報を手に入れる。エマはショーンの元に行き、彼とその父親と話し、父親がショーンにアシュレイと関わるなと言っていることがわかる。エマはルビーがアシュレイにストーリーブルックを出て、 ボストンに行くための車を貸していることに気づく。エマとヘンリーは街の境界線付近で事故車を発見し、アシュレイが出産しそうになっているのに気がつく。病院へ戻り、アシュレイは女の子を産む。ちょうどそのタイミングでゴールドが目的のものを取りに現れる。エマはゴールドに子供を連れて行くなら法的な問題になり大変なお金がかかってしまうということを告げる。 するとゴールドはエマに子供は諦める代わりにエマが言う通りにするという契約を持ちかけ、エマは賛成する。エマが去った後、子供を見に、ショーンが現れ、二人は子供をアレキサンドラと名付ける。そして、エマはグラハムの提案を受け、保安官代理になる。グラハムが電話で話しているのはシャワーを出たところで、レジーナと過ごしているところであった。第4話は、デビット・エイチ・グッドマン脚本。 デビッド・ソロモン監督である。グッドマンはシンデレラのストーリーを用い、フラッシュバックシーンのないエマの性格を描いた。モリソンはアシュレイ、シンデレラはエマが関わるべきキャラクターであると述べた。制作葬式のスティーブ・パールマンはまだ途中からでも見られるように一話完結系を推奨した。インタビューで彼は魔法の代償を例に出し、この話の最初でシンデレラの紹介をし、 最終的に物語を進行させている。そこに、エマに関しては少し継続性を含んでいる。パールマンは加えて、他にも、シンデレラの話の詳細とは何も関係なく、物語のキャラクターを形作るような右右曲折が途中にある。うまくいけば、シーズンを通して毎週積み上げたものが、視聴者にメインキャラクターたちに新たな感情を持ちまた見たいと思わせられる。と述べた。 2011年8月、ザップニートは25歳の女優ジェシー・シュラムがシンデレラとして新たに登場すると発表した。伝統的なおとぎ話では、シンデレラはママ母や義理の姉妹に仕えており、フェアリーゴンとマザーの助けを得て王子と結婚するが、ワンスアポンアタイムでは別の描かれ方をする。シュラムは彼女のとても優しい性格は彼女が 人生の中で誰かを失ってしまうという不幸の中で気づいたものである。視聴者が見るシンデレラは彼女が今いる状況から抜け出したくてたまらない様が描写されている。そのため彼女は良くない決断をしてしまったりさらに悪い状況に陥ってしまう。彼女は養育を通して成熟していくがほとんど一人で世間知らずである。この話は小説版にも収録されている。 エマは2年間タラハシーに住んでいたと述べた。それはロストのタラハシーから来た男を意識したものである。ルビーの車には狼の飾りがあり、それは彼女のキャラクター赤ズ金の敵である狼を参照したものである。ヘンリーはロストの脚本を担当したレーモン・リンデレフの本を読んでいた。魔法の代償は2011年11月13日に放送された。 18から49歳のアンケートで3.99というスコアとなった。これは18から49歳の人々の3.8%がこの番組を見ており、18から49歳の人々の9%がテレビを見ていたという意味である。すべての視聴者では6.810というスコアであった。また、約1133万人の人が視聴し、 同時間帯で2位を記録した。さらに1週間で17番目に多く見られた番組となった。カナダでは週間16位となり159万人が視聴した。前の話の173万人からは減少した。アンドレア・レイハーはもう一つの優れた話と表し4つ中3位にランク付けした。彼女はカリスマ的で魅力的なロバート・カーライルを評価したが、 シュラムや他のゲストをもう少し見たいと述べた。シャウナ・マーフィーはなぜハッピーエンドを迎えられない呪いの影響を受けているのにもかかわらず、アシュレイとショーンはハッピーエンドを迎えたのかと困惑した。またこの話はマーフィーにシンデレラがルンペルシティルツキンとした最初の契約と比べることで大胆で明るい白雪姫を評価させた。クリスティン・ウォーランドは衝撃は受けなかったものの、 エマがいとも簡単にゴールドの策略にハマったことに驚いた。オーランドは加えてデジーナのわずかな登場を他に誰がココアを召し上がりを脅迫めいたものに聞かせられることができるのかと楽しんだ。エーミー・ラトクリフは10点中6.5点をつけおとぎ話のキャラクターが伝統的な話とは異なる状況で出てくるのはとてもいいと述べた。ラトクリフは加えて 異なる世界の転換は自然に感じるし、それを止めるべきではない。しかし、メインストーリーの速さを早めてほしいと述べた。オリバー・サバは B という評価を与え、ここまでで一番良かったと述べながらも一部批判をした。これまでの話と比べて魔法の代償は良くなっている。なぜなら、本来のおとぎ話とは離れたものであったから。彼はカーライルを称賛したが、 レジーナが滑稽であると述べた。サバはゴールドマンが先週の話に比べて現実とおとぎ話の並行が不自然でなくなっていて良い仕事をしていると述べた。ありがとうございます。